はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、免疫抑制剤がね減って、まあ、3週間弱なんですけどもね、また体に変化が出てきましてね、今回はね息苦しさでございます。もうね、3週間くらい前からね、まあ、新型ウイルスに感染した患者さんらがねまた増えてきてるでしょ。まあね、何のタイミングか分からんすけどね、まあ、だからひょっとしたらってね考えてしまうんです。しかもここのところね、その患者さんの数がこう毎日毎日記録を更新されてるからね、ほんまにビビってます。でもね、その僕の場合はその夜寝る前になったら急に息苦しさが出てくるんですわ。こうなんと言いますか、まあ急にって言ったんですけど、まあでもまあ急にというか、まあがっつり苦しくなってきてるよっていうわけじゃなくて、なんかこう徐々に徐々にあれって感じるようになって、まあ、その原因と考えられるのが、まあ、ちょうどねその3週間前にもお話ししたんですけどね、まあ、ここのところのその食欲が大爆発してまして、まあその食べてたものとしてはね、まあ、主にバナナやったんですけども、まあ、そんなバナナで太ってしまったことを理由にですね、あのフルーツは現在ではね控えております。でもその分その野菜とお肉をね、まあ、しっかりね食べるようになりまして、まあ、でも結局のところお腹いっぱいになるまでね食べないとね気が済まなくなってしまっています。あかんがなって感じなんですけども、まあ、寝る前というのはね、まあ、夕食後、まあ、3、4時間は経ってるんですけども、その胃の、ね、消化に時間がかかるためにね、まだまだそのお腹が張っていて、その状態で横になるともう肺が圧迫されるのか心臓が圧迫されるのか、まあ、あの妊婦さんによく聞く症状になってしまっています。あの赤ちゃんがね、そのお腹の中で急に大きくなってきだした頃のような、まあ、あの後期、妊娠の後期あれでしょ、あれの後期のつわりみたいな感じなんです。まあ、妊娠したことないいいんでね、まあ、というか絶対にせえへんからあれですけども、それも圧迫されて息苦しいくせにお腹いっぱいになっていないと気が済まへん感じなんです。これね、今までなかったんですよ。でこんなに息苦しいと感じることが、ね、まあ、初めてなので怖くなるじゃないですか。だからね調べたんですよ。もう得意のね調べ物はね大好きなんでね。でそしたらね、もっと怖いことが出てきたんです。それがね、糖尿病からの合併症だったんですよ。もうこのチャンネルではね、おなじみの糖尿病でございますけども、あの僕が糖尿病やったわけじゃないんですけどもね、まあ、ヘモグロビン A1C というあの数値があるんですよ、血液検査ね。それのヘモグロビン A1C の数値が基準値を少し超えてしまってたことをきっかけにですね、あの糖尿病予備軍とね診断されまして、それをきっかけにね、糖尿病予防のためにね、これまで何回かねお話しさせてもらってました。まあ大切なことなのでね、まあ、これからもね、あのしっかりお話をさせてもらうんですけども、そんな糖尿病による合併症がですね、今の僕のその体、各体のね部位にね起こっている症状にね当てはまってそうな感じがするんです。まずその今年のね5月末にですね、発症した帯状疱疹の神経痛で、左足の先にねしびれが残っていて感覚がおかしくなってます。これはね、あの三大合併症の一つである、あの糖尿病神経障害というので起こる症状にね当てはまってしまってるんです。でそして10月頃から始まって11月の診察でね、あの症状が悪化していると診断された、あの視力とね眼球にできた傷が広がってしまっていると、というそんな症状ではですね、まあ、三大合併症の2つ目である糖尿病網膜症に当たりそうなんです。でそして息苦しさから来ていると思っている、そのだるさとか、そのまあ体のためにしっかり水分をね取り続けているためにね、トイレが近いという症状はですね、まあ、3つ目のね糖尿病腎症っていうのに、ね、当てはまってそうなんです。まあ、どれも当てはまってそうな感じなんですけども、まあ、どれもねその糖尿病から来る症状なんですけども、僕の場合は逆説になってしまってるんですよ。なんですけど、その症状が同じような感じでね出てるということはですよ、逆説でもひょっとしたらってね考えられますよね。でほんでね、僕の場合このような症状っていうののね原因になっている、その元々の元っていうのはですね、あの白血病の治療でね骨髄移植をした副作用と、それを抑えるために飲んでる免疫抑制剤の副作用という、その2つの副作用が原因で今に至っております。でもね、その糖尿病も白血病もどちらにしてもね血液疾患なんですよ。だから最初になった白血病で血液や血管の状態がね悪くなってしまっている
がゆえにさらに免疫抑制剤を飲んで自分の免疫を抑えているから血液疾患から始まる、ね、糖尿病になる確率が、ね、高くなってしまっています。これらは、ね、血液検査の結果で、ね、明らかになってくることなんでね、その検査結果が良好であれば問題ありません。これまでね、その検査結果に関してはね、療法の時もあったので、その頃にやってたことをすれば回復できると思ってますので、それで攻めていこうと考えてるんですけども、しかし今はね、免疫抑制剤が減ってるので、その頃とはね、その体の状態が全く違うので、うまくいくかどうかは分かりません。もうとりあえず、その糖尿病もね、血液疾患もそうですけども、改善するために頑張らなあかんところは、ズバリ体重を減らすことなんで、またね、体重から頑張っていきます。そうなんです。体重なんですよね。だからね、体重を減らしましょう、体重を減らしましょうっていうのは、どの書物を読んでも、どのサイトを閲覧しても、必ず体重って出てくるんですよ。もう、最近食べ過ぎたから、余計に体重増えたよな。そしてあんなね検査結果やったからもういよいよ体に出てきてしまったぞって思ってしまって怖いんですね。すごい怖いんですよ。だからね、とりあえず体重減らすようにね頑張ります。まあそんな感じで、息苦しさを調べた結果、とりあえず増えた体重を減らしましょうというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。